今日は富山の廃道を巡ります。廃道の先にご褒美みたいなのがあって、私の中では上位に入る衝撃さだと思います。多分ね、入り口ここなんだよね。すごっ。何も見えない。え、ここですか？そうです。すごい。これが入り口。ここ廃道なんだ。使われてない。あ、でもね、ここはね、廃道ではない。ここは普通に今でも砂利の会社さんが使ってる敷地みたいで。すごい、誰も通ってないですね。誰も通ってない。親切だ。やばー、すごい。マジで生クリームの上走ってるみたい。本当だ。車で行ける限界点まで車で行きたい。なるべく歩かないで。お、いいね、いいね、見えてきたね。あそこの橋にね、行きたいんですよ。だけど、あそこの崖崩れさえ越えれればな。車でもっとガーッと行けるんだけどな。なんで、ここに車を止めていきます。はい、わかりました。今からあそこの橋を渡って廃道にアクセスできるので、一旦とりあえずあそこの橋を目標に行きます。あそこに滝がありますね。すごっ。やば。これ洗い越しってやつですね。あえて道に川を通してるやつを洗い越しって言って、道が好きな人は見ると喜ぶ。よいしょ。おや、靴大丈夫ですか？いや、やばいですね。もう第一目標到達でございます。はっ、ここが廃道の入り口です。ここに入っていきます。へー、なんかの看板が、警察署、電力会社。なんだこの、この川の水が増水しますとか、そういうのですね。あのダムによくある、この道がそれなりに生きてた時のやつなのかもしれないですよね。ここ昔の集落に住んでた村人たちが使ってたんですよ。少なくとも80年前は使われてた。ちょっとここは崩れてるな。道幅がどんどん狭くなってきて、最終的には道がなくなってしまいますね。ちょっとここは角度が急だから気をつけていかないといけないかも。これ何億年前の道。距離歩いてたかも。ちょっとまたここも険しいので、ここは大丈夫かな、みんな来れるかな。一旦カバンに入れますね、カメラを。捕まるものが何のものなんじゃないか。ちょっとこの先の具合が不安になってきまして、思った以上に私が行った時よりも崩れてるのと、ちょっと雪が積もってきたりして地盤も心配なので諦めようかなと。危ないので。来た、戻ってきた。今回は別ルートからアタックしたいと思っています。前回と全く同じ場所まで車で向かいます。距離210キロって書いてある。210キロは近い。ダム湖を運行している遊覧船に乗って見てみたいなと思います。やっと見れます。よかった。いやー、すごいかっこいい。長い長い、こう見ると、横から見ると長い。すごいすごい。吊り橋が昔あって、主塔って言って柱の部分だけが残ってる状態。
中に均一な直線とか左右対称のものとかってないと思うんですよ。自然の中に造形美が置き去りにされてるものっていうのが私の中では多分一番魅力的に映ってるんだと思います。しかもあれアーチが2連もあるでしょ。あれすごいよ、ほらすごい。色もどうしても濡れるものではないからもうコンクリートの色になりがちなんですけど、武骨なくせに美しいのがすごい。真正面から見るとそれなりの幅がある橋だったんだなっていうのが分かりますよね。やっぱり車が通るように道も整備されてたはずなんですけど、かっこいいな、もっと近くで見たいなあそこに乗れたんです、あの橋の上に。もうギリギリまで下見れますありがとうございました遊覧船、はいはい、大雪の時の記録写真しかないんで、はい、昔はね雪もたくさん降ったんで、うん、川が小屋になっちゃうんです。すごいこれお話すごい、かっこいいいやその橋が注目されるんだったらたくさん撮ってあったと思うけど、うん、たまたま偶然大雪で撮ってあったっていうので、この辺に昔からある集落さんとか聞き込みとかしたいなって集落のちょっと年配の人に聞いたら分かるかもしれない。そうですよね、お話聞けたら聞いてみたいと思います。あ、すいませんすいません、突然お邪魔します。ここに書いてありますね。あー、旧称線路から大橋って書いてありますね。小学校の時に先生が車にみんな乗せて、はい、その記憶がありまして、ものすごく恐ろしくて、綺麗にこう橋が板が引いてあればいいんですが、はい、タイヤのところだけ板が渡っててレールみたいな板からタイヤが外れるとそのままバッタンと落ちて上がれないと、もうそのまま橋の途中で動けなくなる。